アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今回はジオンで、この機体がめちゃくちゃ強化されたみたいなので、この赤いモビルスーツシャーカで、おなじみのこのサザビー、はい、まあなんでこいつが強化されたのかと言いますと、ちょっと本当は絵に描いてね、初心者の人もとい、アホな子にもね、分かりやすく絵に描いて説明しようと思ったんですが、ちょっと今日眠いんで、なしでお願いします。その絵で描く方は、はい、また描いて分かりやすくね、本当初心者の方たちとね、アホの子にも本当分かりやすいように、図に描いて説明するんで、はい、よろしくお願いします。ビームショットライフルの、スプレーの方と、あとホバー移動かな、うん、その2つが、交わりまして、非常に強力な MSA と化けたというわけですね。はい、なので、今回は、ついでにこのキュベレイ、今までは拡散式ビームガンは持たせていなかったんですが、今回は、統合整備計画2018に基づきこれを持参してみました。はい、ジオンでこのね、シャア・アズナブルとハマーン様のこのはい、では、参戦していこうと思います。はい、本日のフィールドはバオハクです。ほんと参戦まで長かったな。ちょっと眠りそうでした。マジちょっと今日本当にね、眠たくて、正直アムロ風実況撮るか撮らないか、本当僅差で、まあ撮らないが勝ってたんですけど、何もせずにただ寝るってのも意図おかしなので、はい、まあ、ジオンはね、ちょっとまだ、大尉ということで、いかん戦場になっております。まあいつものようにね、気迫あふれるプレイング、はちょっと相手のね、みんなの全体のレベルが低いので、まあそういった熱くなることはないかな、うん、今日のテンション的にもそこまでなんか熱くなることはないと思うわ。ごめんな、今日ちょっとほんまごめんな、ちょいかんせんやし、もう冷静に一機ずつ壊していこうと思います。その上でね、このサザビー強化型サザビーと、あと、ホバーのキュベレイのスプレートを試しつつやっていき、エテポンゲリハプティズムいきまーす。おい、ついてこいよ、いかんども。ジオ行ってくる、ちょっと前行って、ちょ、何が強いって、これフルオートなんよな、何が強い。ジオも溶けちゃう。
つえー、もうこれスプレーだけでいいかもしれない。あっぶね。あーちょっと待て。よしあのもうスチームコントローラーのね対応も早くなったもんですよ。はい終了。よしスチームコントローラーへの対応のレベルも上がってきておりますわ。来いよ。あもうサザビーにビビって前出てこやしねえや。ちょっと待って俺ちょっと待って、いや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 、こんなところであの遊んでる場合ではない。あー一番踏まれ、ちょ踏んで踏み直して踏み直して、わーわーちょっとずるくない、それめちゃ美味しいやん。あーとりあえず2番行くか。マジか。でこれ室内、基本室内なんで、ちょっとファンネル持ってきたのは失敗ですね。ファンネルの使いどころがない。はい強い、はい強い。えマジ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 で強い。これいかんとか、そういかんとか、左官とか召喚とかそんな関係なく強え。これ多分今の大将でもね、死んでますね。ちょっとゲロビも使っていくか。ゲロビも、ゲロビも織り交ぜて、ゲロビも織り交ぜて、ゲロビもしっかり。あーよし、あもうけど拠点殴り用に、なんていうバケモンだこの機体。赤いモビルスーツシャーカ、あー削りきれ。一回戻るよ、一回帰る、一回帰る、一回帰る、帰る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 、ミサイルミサイルミサイル、修理してくれ、修理してくれ、あポッと消えた、修理してくれ、修理や修理や、おいかがくせよ修理。ありがとうな、マジ助かるわ。ちょ俺がライン上げるからみんなついてきて。 おいけいけいけ、前だろ。あー引こう引こう、ふっふっ、あいやもうこのせ、もうこれもうサザビーしか使いません、この戦場では。はい、もうサザビー以外これ使わないわ、これ必要ないわ、これこれ1期シリーズ、1期シリーズまさかこんなところでクリアしてしまうことになるかもしれん、あの伝説の企画、伝説の、ああああもうそっちそっち、ちょっと通路の対応、通路の対応早く、あーうよし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 、あーここで回復、危ねえ危ねえ、ちょっと下がるわ、回復してくれ回復してくれ、おっこおっこ、よしおし、おしこのまま、おっと踏んじゃえ踏んじゃえ踏んじゃえ、踏め踏め踏め、百式は許すな。
大丈夫大丈夫大丈夫、まだまだこいつがいる。気をつけなきゃいけないのはこいつはフルオートじゃないところ、そこは気をつけて気をつけて、理解して。けどやっぱサザビー使った後だとなんか弱く感じるな。うわー、やっぱ後ろいるよな、そりゃ。なんだこいつ。あー、オッケー、いいぞいいぞいいぞ、押せ押せ押せ、ナイス。しまった、拠点突用の機体を失った。打ち込め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 、おお、君はなんで修理要求。いや意外とこっちの方が通れるんかもしれん。ちょっと連帯連帯なのかこれは。行きましょう。こちらのコンピューターで簡単に、一体どういうつもりで。俺も突入来てんだけど、けどやっぱこっち側はあれだな、完全にマークされてるな。こっちが穴だな。どうせ移管線上だからレーダーも置いてねえやろうし。ちょっと静かに、静かに。こけない特性を生かせ。まあありえないんだけどね、これで通るのは正直何の自慢にもならんことは言うまでもなく俺が一番分かってるから。うん、分かってるよ。それぐらいバカにすんだよ俺のこと。ディスってんじゃねえよ。分かってるわそれぐらい。これが大したことじゃないことくらいは。ロックオン、多分左か。こちらのコンピューターで簡単に動きが読めた。あぶれ！火事場だな今の。火事場、完全に火事場。ちょっと待って、3点とフルオートとバズな、オッケー。3点？よっしゃ勝った！けど鹵獲機だしな。いや、鹵獲機だからといってその無駄遣いするのは良くないね。人一人の命がこのモビルスーツ一機一機に宿っていることを忘れないでおくれ。それはもう一機シリーズをやった俺が一番よく分かっている。でその一機シリーズの時にさ、百式とかさ、ディジェとかさ、リック・ディアスとか、ブルーディスティニーとかガンダムとかをさ売ってしまった件があったじゃん。コメントで「百式とか売る理由がわからんし、靴持ってねえ、金子持ってないのに古
フルマスしたとか言うてるクサとかせえ持っとったんじゃん。ウルル言うないか俺にも分からんわ。そんな俺に言われても俺が一番分からんわ。そんな客式の金図フルマス改造したやつ売る理由教えてくれ。逆になくなったもんはしゃあないだろう。そんなお援護しろ援護しろ。あージオージオー百式が強い。本当に本当に百式強い。あのなんちゅうんだろう、ビムコンしかりだから全然なんかさっきサザビーで打ってた時もさ全然ダメージ通んないの。マジで強えや。やっぱ百式その GP ガチャコンにあの百式回がその落ちるのでそれ狙っていこうかなと思っております。俺はこけない。こけない特性を生かす。十分だな。そろそろサザビー出れるぞ。そろそろ A にとどめ刺しに行くか。ちょそれまで A 落とさんとってな。あの実力召喚の俺に任して。それは A 拠点は実力はもう召喚の見た目はいかん。実力は少々エテポンゲです。あ、芋畑発見！スツルムを放つ。あーちょっと変なとこに打ったからなんかぐちゃぐちゃってなった。もういかん特有のぐちゃぐちゃってなるやつ。いかん特有のここの通路ちょっと通りにくくなってきたな。分厚くなってきたな。やっぱここ踏んで、やっぱここを押すしかないよな。一旦ここを押すわ。サザビーで手に入らなければ撃破するのび。坊やだからさ、坊やだからさ。出過ぎなんじゃ前に一人でバカたれ。あーちょっと待ってくれ。危ねえ。どうしたらいいのか。えい。鳴らし運転を。序章にすぎません。えい。えい。ちょっと一回行こう無理こっち大丈夫、こっちも大丈夫じゃない。上ひなうえガード、ここも無理だ。うわあ荒削りだが見込みはある。出撃する機体を選択してください。ちょっと前出過ぎた。選択してください。いや逆にこれは真ん中集中上だな。上逆にの理論。ちょファンネル持ってくるんじゃなかった、失敗した。あなたみたいな ビームコーティングを信じろ。何？
上から行くわ俺。いやワンちゃんこの勢いで突撃行けっつぞ。出てきたお前たちが。あーちょっと枚数が足りんか、枚数がちょっと足りん、枚数が足りん。これあいける、タイミング、タイミング、タイミング。あー無視してくれ、俺のことは、俺のことはほっといてくれ。ちょっと何差し込まれてるん。ちょっとこれは X の防衛で、気をつけなきゃいけないのは、そっち側の通路絶対に殴らない。うまくやれマクギリス、マクギリス。ダメだカイロがやられた。適当に撃ち当たる。次の標的は誰だ。いや本当とりあえず3番絶対、ちょ3番踏んでくれ。これは早急に盛大なカウンターを食らった。誰どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。とりあえず3番を踏まないことには X の攻撃が止まることはない。もう A 落とすしかないよな。 A 行くわ、 A 行くわ。ちょっと A 落とすしかない。今相手は押せ押せムードだから、 この隙に A を落としたら勝ちなわけであり。なんで祈願なんだよこういう時に。いやいい、ちょっとぐらい殴らしときゃいいよそんなの。ちょっとぐらいだったら殴らしても大丈夫で、ミノなんか B とかに巻いて、ミノ B とかに巻いちゃえ。なんかいやーきついかー、これ。ここやっぱ防衛枠よな、やっぱ A 壊されたくないもんな。いやあああああ、なんか最近多くないこういう形で負ける試合。一番答えるこのやり方、最後の最後でなんか突然チームワークを発揮してくるやつ。どういうことなん、なんでやん。
まあ、まあ個人順位的にはまあ悪くはない成績でしょう、これは。うん、悪くないですね。やはりサザビーが、サザビーは、まあ、正直ジオン軍の機体っていうのは基本的にはどれもこれも弱いし雑魚機体ばかりなのですが、今回このサザビーを使ってみて強いですね、正直。いたら近づかないようにしようと思いました。使ってみて分かったことは、とりあえずいたら近づかないようにする。遠くから近づいてしまうと、もうそのショットガンのフルオートでバチボコになって確実にダウンさせられてしまうと思います。なんかまともなこと言ってしまった。あ、まあけどね、初戦ね、初戦サザビーなんで、赤いだけなんで、こいつは。はい、でかいし、でかいしね、赤いし目立つし、何よりでかいし、ほぼ怪しい、弱いし。あなた、まだこうやってさ、ジオンのことを言ってて、そうやって陣営を批判するのは、陣営を批判して、ジオンが弱いだの、強いだのを言って、ジオン側に連邦側を強くしたいのでしょうけれど、そういうのを配信で行うのはいかがなものかと思いますが、どういうお気持ちで動画配信を行っているのでしょうか、とか言われるからも。はい、今回はまあ、とりあえずサザビー強化化されたこのサザビーは、非常に強力で化け物と化していました、でした。こんな感じでいいか。で、まあキュベレイのファンネルじゃなくて拡散ビームガンはなんかいまいちパッとしなかったです。はい、お疲れ様でした。